イエーイ、電撃ネットワーク来たぞ。皆さん、断髪式やります。南部さんと生前約束してた私、南部ヘア継承します。ゆっくりとゆっくりと、ええ、南部さんの髪さんちょっとうまいですな。いや、いつも南部ちゃんの髪をやってましたからね、家で。姉さん、ありがとうございます。頑張っていきますね。よろしくお願いします。ありがとうございました。南部さん、エスパー伊藤、お前らはすごい。世代とかもうね、まあジャンルとかそんなの関係なしでね、どんな人たちとも友達になっちゃう、この南部さんの精神、これこそロックンロールだなと思いました。それからエスパーとはなんか友達のように、エスパーが俺に馴れ馴れしく仲良くしてくれました。俺がついてるぜ、俺がついてるぜ、何かかって言っても君は秘密にしちゃダメだよ、後にしろよ、友達を君のすぐそばに、いつも俺がいる。走れ走れ、度肝を抜かれた。もう南部さんのパフォーマンスですね、もう本当にびっくり仰天しました。奇想天外のショー、こんな人がこの世の中にいたのかしらと思いました。彼の要望もすごいですけど、することなすこと、もう本当に度肝を抜かれることばかりで、またいらしてる方たちも私が住んでる世界と全然違う方たちがいて、もう動物園に来たではない、なんて言ったらいいんでしょうね。ああ、こういう世界があるんだって思いました。彼は人々に活気、勇気、正気、元気を与え続けた素晴らしい人だったと思います。ご苦労様でした。今日で2人との関係に一節するんだなと思うと、やっぱり感無量というか寂しさはありますね。やっとこうあの通夜葬儀で散骨お別れの会今日終わって、もう2ヶ月、亡くなって2ヶ月経ったんですけど、やっぱり自分が一番長く、もう奥さんの次ぐらいに一緒にいる時間が長かったんで、でもこの間もいきなり電話が、ナムちゃんの着信があったんで、えってドキッとしたら、奥さんがナムちゃんの携帯使って俺のところにかけてきて、だからまだまだ実感が全然湧かないですね。まだひょっこり現れるんじゃないかっていう感じですかね。僕はここにナムさんの骨を入れて今日も一緒にステージに立ちましたので、まだまだ一緒にステージ立っていきたいなと思ってます。あ、分骨、遺骨ですね、ナムさんの遺骨を散骨したんですけど、はい、その一部をみんな欲しい人がって言って分骨されて、持ってる人は持ってるっていう、皆さん、はい、南部さんの奥さんに分骨いるって言われて電話かかってきて、俺はいいやって